こんにちは、のりたろうです。早速いきなり皆様に質問ですが、お金持ちとはどういう人のことを言うと思いますか？私の場合は、昔は単純に高級車とかに乗って、豪華な家に住んでるような人がお金持ちだなと思ってました。ただ車にお金を注ぎ込みすぎて貧乏な人とか、あとは親から豪華な家を引き継いだものの収入は低い人なども実際にはいるわけです。ということは、やはり収入が多い人ということになります。それではどれだけ多ければいいのかということですが、年収1000万円でしょうか、それとも1億円ないとダメでしょうか。例えば年収1000万円であっても年間の支出が1200万円であれば、毎年200万円マイナスですよね。極端ですが、年収が1億円でも支出が1億円を超えれば、やはりお金持ちとは言えないんじゃないかなと思います。つまり収入と支出の差額が重要ということで、それがプラスの人はお金持ちで、マイナスの人は貧乏ということになります。そしてさらに、資産家と呼ばれる人たちは収入が資産から入ってきて、なおかつ支出がその収入を超えていない状態の人だったりしますので、こうなると世に言うファイヤーと呼ばれる人たちということになります。今回のお話は、そういったファイヤーをしている人たちが、私が今来ているタイにもたくさんおりまして、そういった方々のお話とか、あとは私がコイン投資をする上で培ってきたノウハウの中で答え合わせができた内容をお伝えできたらと思っております。それでは早速参りましょう。お金を増やす6つの方法の1番目ということで、まず1つ目、日本円の価値が減っていることを理解するということで、これからの世の中でお金を増やすために一番大切なことが、日本円の価値が減っているということをまず理解するということです。このことは30年ほど続いたデフレの世界ではなかなか理解してもらうことは難しかったんですが、今はお米の価格の値段とか、あとは外食の値段なんかも、何もかも値段が上がってきましたので、さすがに理解しやすくなったと思います。今物価の価値が上がっているということは、つまり同じ1000円で買えるものがどんどん少なくなったということですので、この1000円の価値が下がっているということになります。そして今後も日本円の価値っていうのはどんどん下がります。なんでそう言い切れるのかと言いますと、私のようによく海外のオークションなんかをする人は、2年くらい前から円安が急激に進みすぎて、これはやばいなと気づいておりまして、日銀の政府の為替介入なんかも何度もありまして、それで今の為替レートで、しかも日銀の為替介入というのは無限にできるわけでもなく有限だったりします。しかも日銀も世界の中央銀行もインフレ目標 2% 目標といって、毎年 2% はインフレさせると、むしろインフレさせますと宣言しているわけです。分かりやすく言い換えると、日本円は毎年 2% ずつ価値が減りますというか、価値を減らしますと言われているようなものになります。ということで、銀行預金というのは何もなくてもマイナス 2% の利回りの投資をしているのと同じことになります。これがいかにアホらしいかお分かりいただけますでしょうか。少なくとも銀行預金でファイヤーできないということはお分かりいただけたと思います。ということで次に参りましょう。お金を増やす6つの方法の2番目、固定費を極限まで減らすということで、収入を増やすよりもこの固定費を減らすということで、年収がそれほど高くなくても比較的簡単にお金持ちの状態になることができます。これは私がたびたび取り上げさせていただいている YouTuber の梁学長さんで、これぞという格言というか、神回がありまして、金食い虫割高キーワード参戦ということで、この動画はぜひ見ていただきたいんですが、ネタバレをしますと、その割高キーワードというのは安心、見栄、最新のこの3つになります。世の中の収入が高い人で貧乏な人が多いのは、この3つに踊らされているからに他なりません。これはテレビを見ているほどほぼ24時間絶え間なく浴びせられ続けているんですが、お気づきでしょうか。
この呪縛から簡単に解き放たれるためには、まあ、テレビを捨てちゃうっていうのが一番なんですが、まあ、お金持ちはかなりの割合でテレビを見ていないっていう人がおりますので、まあ、このキーワードに惑わされていないというか、これを仕掛ける側がお金持ちになるというような構造になっています。まあ、よくお金持ちはケチな人が多いと言われますが、それはこの安心、見栄、最新の割高キーワードを深く理解しており、しっかり締めるところは締めているからに他なりません。収入が増えた時に一番やりがちなのが見栄を張って生活水準を上げてしまうということです。まあ、これを胸に刻んで固定費と呼ばれるものの金額を一度見直されるとかなり早くお金持ちになれると思います。例えば賃貸物件などであれば築年数もそこそこ、セキュリティもそこそこ、まあ、外観もそこそこの物件であればかなり割安なものがあるはずです。携帯電話なんかも格安SIMにすぐ乗り換えるとか、あとは携帯の機種はもちろん最新ではなく型落ちのものにするとか、まあ、細かいことですが、お金持ちっていうのはそこが結構妥協せずにがっちり削っています。なんならお金持ちは家賃を払っていなかったりします。まあ、これどういうことかと言いますと、例えば2階建てで1階が貸し店舗のような物件を買って、1階を貸して賃料を取って、それで借り入れの借金を返済して実質タダで済むっていうか、まあ、そういう感じで賢く固定費を削っています。そして、車も見栄を張った高級車には乗らない人が多かったりします。まあ、世界三大投資家と呼ばれるウォーレン・バフェットさんがスバルのレガシーに乗っていたという話は有名な話だと思います。保険も最低限にして、その分日頃の食事なんかに気をつけて、そもそも病気にならないようにするという感じに、この安心、見栄、最新という割高キーワードを意識して固定費を見直すというのは、まあ、最初に述べさせていただきました収入マイナス支出の部分のお金持ちになるための方程式の半分を占める場所なので、支出はですね、実はかなりお金持ちになるためには重要な部分になるわけです。ということで、固定費を下げるっていうのは今すぐできますので、ぜひ将来のために安心、見栄、最新に惑わされずに見直してみたらいいんじゃないかなと思います。ということで次に参りましょう。お金を増やす6つの方法の3番目ということで、浪費、消費、資産を見分ける目を養うということで、これはただ私がだらだらサラリーマンをやっていた頃には全くわからなかった概念なんですが、お金持ちと呼ばれる方々は総じてこの浪費、消費、資産っていうのを明確に分けて、浪費や消費ではなく資産に集中的に投資しています。それぞれを説明しますと、まず浪費ですが、何もお金を生まず、なおかつ日々の生活に必要ないものが浪費になります。例えばテレビゲームなどは、今では仮想通貨なんかと連動してお金を稼げるものなんかもあったりしますが、掛け捨ての課金ゲームとかですね、そういうのは浪費になります。そしてよく言われるのが車ですが、買った時よりも中古で高く売れるような車に関しては投資に当たるんですが、少し乗って中古で半額ぐらいになるようなものは、浪費とか消費、その類になってしまいます。そして消費というのは先ほどの固定費の中で生きていく中で必要な経費になりますが、これを先ほどのように極限まで削ると投資に回すお金が増えるわけです。そして投資というのは簡単に言うと資産を買うことですが、この場合はお金をそこに入れておくという感覚なんですが、資産というのは税法上でも結構明確に分けられています。例えば庭付き一戸建ての場合、庭がついて、土地と建物一戸建てですねの場合は、上物と呼ばれる建物は減価償却といって年々価値が減っていき、木造の一戸建てでいうと耐用年数が22年と なっています。つまり税法上木造の一戸建ての上物というのは22年を経過すれば資産価値がゼロになりますよというわけです。これを見る限り私の個人的な意見ですが、一戸建ての家の上物っていうのは個人でそのまま住んでたり、それを貸したりとかするのでないのであれば、
資産というよりは消費にあたるんじゃないかなと思います。まあ、一方土地に関しては減価償却という概念はありません。つまり年数が経過しても価値が減るどころかむしろ価値が上昇するような資産だからです。金とか銀、プラチナなどの貴金属もそうですが、もちろんアンティークコインなども減価償却などの概念はなく、土地と同じような価値が減らない資産になります。まあ、だから買うときに会社の経費とかにはならないわけなんですが、まあ、そのような資産であれば価値が減らないというか勝手に価値が増えるわけですから、資産家の方々っていうのはこういう資産を買うというかそこにお金を入れるという感じで資産を増やすことによって富を増やし続けているというわけです。このようにお金を浪費、消費、投資のどこに使っているのかっていうのを明確に理解するだけでも、浪費や消費でお金を減らしているのか、投資でお金を増やしているのかっていうのが自覚することができますので、お金の増やし方っていうのがわかると思います。ということで次に参りましょう。お金を増やす6つの方法の4番目ということで、投資とギャンブルの違いを理解するということで、これは先ほどお金を投資に回すと増えるというお話をしましたが、日本人の場合投資とギャンブルの違いがよく分かっていない人がかなり多いのではないかと思います。そこが理解できている人であれば、例えばこのアンティークコイン、これが80万円ですよと聞いて、高いとはならないはずなんです。まあ、先ほども述べましたが、資産っていうのは価値を減らさないというかむしろ価値が増えるものなので、そういうものにお金を入れることを投資と呼ぶわけです。というのはテレビとかがやっぱり変な広告とか出すから悪いんですが、レバレッジをかけた FX とかは投資といって情報弱者をカモにしていますが、FX などは上がるか下がるかに賭けをする超反博打みたいなもんで、先ほどの資産にはどう考えても該当しないので、これは完全にギャンブルであって投資ではありません。投資家が FX などをポートフォリオに組み込むのはギャンブルをしているわけではなく、資産に対して急激な円安とか円高になって損が出る場合の保険、ヘッジとして掛け捨ての保険のような形で利用しているのであって、そこにお金をぶち込むというのはただのギャンブルになってしまいます。まあ、あくまでも資産というのは価値を減らさずむしろ価値が増えるものなので、もちろん競輪、競馬、パチンコなども当然この資産の定義には当てはまらないのはよくわかると思います。まあ、そう考えると株式も例えば S&P500 などの投資信託の場合は価値がゼロになるっていうリスクは極めて低いので資産と言ってもいいと思いますが、個別株などは倒産して価値がゼロになるリスクなんかもありますので、これは資産なんですが多少ギャンブル性も高めかなと思います。ただ投資信託でもレバナスと呼ばれるようなレバレッジを効かせた商材っていうのはほぼギャンブルですので、レバレッジ商材っていうのは投資じゃなくてギャンブルと言っていいんじゃないかなと思います。まあ、先ほどの資産の定義に当てはまるのかを考えると分かりやすいんじゃないかと思います。まあ、このように資産とは何かっていうのを理解すれば投資とギャンブルの違いが明確に分かると思います。ということで次に参りましょう。お金を増やす6つの方法5番目ということで、金や銀が高いという感覚が間違いであるということを理解するということで、これは先ほどもお話ししましたが、例えばこのアンティークコインが80万円ですよと聞いて高いとなるのは、そもそも資産とは何かっていうのを理解できていないということです。まあ、アンティークコインは相場が分かりにくいということはありますが、それは私の一つ前の動画を見ていただければ相場の調べ方をまた詳しく解説しておりますので、そちらを見ていただくとして、話を戻しますと、アンティークコインというのは金や銀などの貴金属と同じく2600年もの間価値を増やし続けている歴史がありますので、それを例えばこの2000年以上の歴史がある資産が80万円くらいで買うことができるというのは、むしろ安いと感じるべきであって、身の回りを見て資産と呼べるものがどれぐらいあるか、意外と少ないっていうことを自覚してみると良いんじゃないかなと思います。
なので資産家と呼ばれる方々は普通の人が見て高いというような感じるようなものでも資産価値を見ているので本人は安いと思って買っているわけです。資産の場合は買うという感覚がむしろ間違いで、例えば銀行に1000万円を預けて高いって思う人はいないと思います。例え話で昨日銀行に1000万円預けたんだよ高かったなっていう話をしている人を見たらなんか頭おかしいんじゃないかなと思いますよね。これは資産を理解している人が資産を買う時も同じで、むしろお金を増える資産に変えているだけで銀行に預けるよりも利率が良いものにお金を入れているという感覚なんです。なのでこのコインの資産性を理解している人から見るとこのコインが80万円で買ったんだよ高かったなと言っている人を見ていると先ほどの銀行預金が高いと言ってしまっている人を見ている感覚でえって思ってしまうわけです。ということで金も銀も買うという感覚ではなくお金を入れるという感覚が正しいということですね。金はアンティークコインにぶち込めというのはまさにこの感覚ですよね。素晴らしいと思います。ということで次に参りましょう。お金を増やす6つの方法の最後です。6番コミュニティは超重要ということで、最後はやはり人とのつながりが本当の資産財産ということです。人との間と書いて人間という言葉を作った私たちの先祖はこのことが本当によく理解できている人たちなんだなと本当にすごいなと思ってしまいますが、人は人との関わり合いがないと生きていけないっていうことを、これが人間というたった二文字に凝縮されているのは本当にすごいと思います。結局はどう考えても人と関わらずに生きていくことはできないので、先ほども出ましたが梶にいこと梶正和さんが常におっしゃっている愛情パワーというやつですね。常に人を敬って愛情を持って接するということがいかに大事かということです。そこからつながるコミュニティっていうのは無限の富を生み出してくれる本当の財産になるわけです。私が大学院の時、東北大学の谷口明先生という教授に教わっていたんですが、その谷口先生はよく私のような生徒を自宅に招いてくださって、その中でよくおっしゃっていたことが、誰かを訪ねるときに一番のプレゼントは何か分かりますかとよく聞かれて、何だろうなと考えていると、それは人ですとよくおっしゃっていました。大学院生の頃の私には全然意味が分からず、ああそうなんですかぐらいしか思いませんでしたが、今となってはすごいことを教わったんだなと改めて思います。人と人のつながり関わり合い、これが一番大切なんだと教えてくださっていたのだなと改めて感謝申し上げたいと思います。そして私が YouTube で、こう好き勝手にこういう発信をさせていただいている中で本当にすごいことだなと実感していることは、その中でセミナーとかいろんなイベントとかで出会えた方々との交流を通じてできた人と人のつながりのパワーです。特にコインを通じて出会う方々っていうのは本当に人格も高くて何もかもがスペシャルな人ばっかりで、飲み会なんかでは本当にすごい情報がいつも持ち帰りきれないほどに得られて本当にすごいことになっています。これを少しでも多くの皆様に実感してもらえないかなと、タイにまで来て新しくアンティークコインオーナーズクラブとか、あとはもう一つ1億円ポートフォリオクラブというサービスを作りましたので、こちらは近々無料の説明会を開催しますので、ご興味ある方は概要欄にも記載しますのでそちらをご覧いただきたいんですが、こういうやっぱり人とのつながりっていうのはやはりコインを通じて得られる貴重な財産のもう本当に一番大切なところじゃないかなと思って今回のお話をさせていただきました。ということで最後にお金を増やす6つの方法っていうのをまとめますと、1つ目日本円の価値が減っていることを理解する、2つ目固定費を極限まで減らす、3つ目浪費消費資産を見分ける目を養う、4つ目投資とギャンブルの違いを理解する、5つ目金や銀が高いという感覚が間違いであることを理解する、6つ目コミュニティは超重要ということで、
これらを本当に理解できれば本当の豊かさが手に入ると思いますので、ぜひ参考にされてくださいということで、今回のお話は以上になります。いつも応援してくださっている皆様、いつも本当にありがとうございます。それでは最後、皆様一緒にレッツコイン。ご視聴ありがとうございました。